目をつぶって大きく深呼吸を1回してください。これからソニックメディテーションの体験を行いましょう。意識を第一チャクラ、鼻底骨のあたりに向け何度も深呼吸をしてください。意識を鼻底骨に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。そして吸う息とともに赤色の光を吸い込みましょう。そして吐く息とともに鼻底骨のあたりが温かな赤色に輝いていくところを想像しましょう。第一チャクラを開くと上手なグランディングができます。想像力を100万倍働かせて、自分自身が母なる大地のエネルギーとしっかりとつながり、大きな安定感を得ていく様子をイメージしてみましょう。そうしているととってもいい気分です。雑念が浮かんできたら、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを思い描き、その流れの中に雑念を流し込んでしまいましょう。決して雑念は頭の中で展開しないように気をつけてください。さあ今度は意識を第二チャクラ、下腹に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を下腹に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きましょう。そして吸う息とともにオレンジ色の光を吸い込みましょう。吐く息とともに下腹が温かなオレンジ色に輝いていくところを想像してください。第二チャクラを開くと人生を情熱的に生きることができます。想像力を100万倍働かせて、自分自身が生きる希望にあふれ、人生を情熱的に生きている様子をイメージしてみましょう。そうしているととってもいい気分です。さあ今度は意識を第三チャクラ、みぞおちに向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識をみぞおちに向け、次の音を聞きながら鼻から息を長くかけます。おー。そして吸う息とともに黄色い光を吸い込みましょう。吐く息とともに水落ちがきれいな黄色に輝いていくところを想像してください。おー。第三チャクラを開くと自信とパワーがみなぎります。想像力を100万倍働かせて、呼吸とともに自分自身に大きな自信が湧き上がってくる様子をイメージしてみましょう。そうしているととってもいい気分です。おー。眠気に襲われそうになったら、手と足の筋肉にグッと力を入れて何度も深呼吸をしてください。さあ今度は意識を第4チャクラ、胸に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を胸に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。あー。
そして吸う息とともに緑色の光を吸い込みましょう。吐く息とともに胸がきれいな緑色に輝いていくところを想像してください。あー、第4チャクラを開くと無条件のエネルギーを感じます。さあ、想像力を100万倍高せて、自分自身が自分のことが大好きになっている様子を考えてみてください。そして他者のこともとっても愛している様子を考えてみましょう。自分を愛し、他者を愛し、他者からも愛されているところを考えてみてください。無条件の愛のエネルギーを感じ取っている様子をイメージするととってもいい気分です。あさあ、今度は意識を第5チャクラ、喉に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を喉に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。そして吸う息とともに青い光を吸い込んでください。吐く息とともに喉が美しい青色に輝いていく様子を想像してください。想像力を100万倍当たらせて、自分自身が自分の思いを自由に人に話しているところを思い描いてみましょう。そして人の話も快く聞けている様子を思い描いてください。素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしているととってもいい気分です。そこで意識を第6チャクラ、頭の中心に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭の中心に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。そして吸う息とともに藍色、青と紫色が混じった藍色の光を吸い込みましょう。吐く息とともに頭の中心が美しい藍色に輝いていく様子を想像してください。第6チャクラを開くと素晴らしい洞察力にあふれます。想像力を100万倍当たらせて、自分自身が真実を見通せる様子を思い描いてみましょう。直感力にあふれているところを思い描いてみてください。アイデアがどんどん湧き合ってくるところをイメージしてください。そうしているととってもいい気分です。今度意識を第7チャクラ、頭頂に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭頂に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。そして吸う息とともに紫色の光を吸い込みましょう。吐く息とともに頭頂が美しい紫色に輝いていく様子を想像してください。
第7チャクラを開くとワンネスの世界を感じます。想像力を100万倍たらせて自分自身が工事の世界とつながり、すべてを理解し、すべてを知る、すべては一つであるというワンネスの世界をイメージしてみましょう。そうしているととってもいい気分です。さあ、これで深い瞑想の状態になりました。瞑想の状態になったとしても、普通の意識状態で目をつぶっている時とあまり感覚が変わらないかもしれません。しかしながら今集中力がとっても増して、そしてひらめき力に優れ、洞察力も高くなっています。この瞑想の状態を楽しんでみてください。そして次のようなイメージをしてみましょう。自分自身の肉体から魂としての自分自身がスッと抜け出した様子を思い浮かべてください。想像力を100万倍働かせればいいのです。想像力を100万倍働かせて自分が座っている姿を想像してみてください。自分が座っている姿を想像してみましょう。そして今度は今自分がいるこの部屋を想像してみてください。思い出せる範囲内で構いません。そして今度は自分がこの部屋までやってきた経路を想像してみてください。街の様子を想像してみましょう。そしてまた自分自身が住んでいるこの国を想像してみてください。さらに自分が生きているこの星を想像してみましょう。そしてさらにこの星が所属する太陽系を想像してみましょう。美しい太陽、そして銀河系、そして宇宙の果て、自分が自分の意識が宇宙よりも大きくなっているところを思い描いてみてください。はっきりと頭の中に思い浮かべるのではなく、何と足に思い浮かべることができた自分自身を褒めてあげましょう。さあ、そしたら今度はその宇宙から銀河系に戻っていきましょう。銀河系から太陽系に戻ってください。太陽系から地球に戻りましょう。地球から日本に戻ってください。日本からこの部屋、そして自分自身に戻しましょう。さあ、意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻します。激しい運動をした後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラのエネルギーを沈めましょう。第7チャクラ、頭頂のエネルギーが沈まります。一つ一つのチャクラを観察しながら戻っていきましょう。第6チャクラ、頭の中心のエネルギーが沈まります。第5チャクラ、喉のエネルギーが沈まります。第4チャクラ、胸のエネルギーが沈まります。第3チャクラ、水落ちのエネルギーが沈まります。第2チャクラ、下腹のエネルギーが沈まります。第1チャクラ、鼻底骨のあたりのエネルギーが沈まります。
意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識が戻ってきたら手の指を曲げてみてください。そして伸ばしてみてください。また曲げて伸ばして、今度は足のつま先を曲げて伸ばして、曲げて伸ばして、手首足首を曲げて伸ばして、曲げて伸ばして、そして体全体の筋肉にグッと力を入れて意識をしっかりと伸ばしましょう。意識戻ってきたら軽く伸びをしてゆっくりと目を開けてください。